こんにちは、霊夢です。急にうぷ主から実況してきてくれるって頼まれちゃったんだよね。タイトルはドラゴンクエストモンスターパレード。マリサもサナエも来れないっていうし、あたし一人じゃ寂しいからやっぱりやめようかな。でもうぷ主に怒られるだろうな。どうしよう。そうだ、あの人に聞いてみよう。はい、もしもし。もしもし、霊夢だけど。あのねー、とってもいい仕事があるんだけど。うん、そうそう。キャラは高いみたいだよ。よかったー。もう始まってるから、すぐに来てねー。これでよしっと。主人公は、カタリーだよ。今のすごい音は、冒険の予感がするねー。ね、するよねー。で、手袋が動く？そして、喋ってる。突然ですが問題です。この後、一体、どんな展開になるでしょうか？正解は。こんにちは、霊夢さん。ハッシー登場でしたー。うん。待ってたよ、ハッシー。これは、もう始まっているのですかな？そうだよ、ハッシー。自己紹介をどうぞ。私は、ジーオングプレス社から参りました。ハッシー、ル・バラルと申します。いわゆる、新聞記者ですな。以後、お見知りおきを。で、霊夢さん。全く、状況がつかめないのですが。大丈夫。全然問題ないよ。ちょっと様子見てみようよ。承知しました。かっこ。なんか、キャラがいいっていうから、来てみましたが。変なことに巻き込まれた予感が、しますな。どうも。しかし、二人の子供を育てていくためには、お金が、かっことじ。はてさて、これは、私の適応能力を、問われているのですかな？全然違うけどねー。来てしまった以上、最後までお付き合いしますかな。どうやら主人公も、変なことに巻き込まれたようですな。何言ってるの、ハッシー。冒険だよ、冒険。でもカタリーは嫌がっている様子。ほらねー、やっぱり冒険だよー。港町、マルスカを目指すのですな。150ゴールドって、少なすぎだよねー。ハッシーからも、出してあげれば？なんで私が、お金を出さなくてはならないのです。やだな、ハッシー、冗談だよ、冗談。おっと、港町、マルスカに行く前に、北の泉に行くようですな。馬車も手に入れたよー。妹は、マリンカって言うんですな。では、マリンカ。行ってきます。いよいよ冒険のスタートだよ、ハッシー。なあ、なんですかな、あの決体な物体は。スリリンのお友達みたいだね。パレードスタート。お、またお友達ですな。
違うよハッシー、敵だよ敵。ふむふむ、つまんで持ち上げて。さっぱりわかりませんなぁ。こうやってやるんだよ。ほうほう、何か汚いものでも、つまんでいるように見えますな。ハッシー。よし、倒したよ。ところで霊夢さん。わあ、私やられるの？違いますよ。霊夢さん、何かトラウマになっていませんか？ハッシーハズレー。私は、トラでも馬でもなくて、サル年でーす。いや、霊夢さん。この動画から見た視聴者の方は、意味がわかりませんよ。いや、初めて出ない方でも、実にわかりにくいですな。話を元に戻しましょう。ところで霊夢さん。なーに、ハッシー。あのぷよぷよした物体は、連邦軍の新兵器なのでしょうか？知らないよ、そんなこと。私が知ってるのは、モンスターだってことだけだよ。モンスター？モンスターですか？つまり地球圏には、このような生物がいると。つまりハッシーは、このような生物は知らないと。突然襲ってきたり、するのですな。なんて、せちがらい世の中なんだ。場合によっては、上司に報告せねばなりませんな。ハッシー、何にも知らないんだねー。私は、コロニー生活が長かったので、地球圏のことは、あまり知らないのです。へえ、そうなんだー。ハッシーって、どこコロ？どこコロ？だわ。どこコロ？っていうのはねー、どこのコロニー出身？ってことだよ。おお、そういう意味でしたか。私の出身コロニーは、サイド6ですよ。サイド6かー、ハッシーは、お坊さんなんだねー。ははは。お坊ちゃんになりますか。私のことを知らない視聴者様のために説明しておきましょうかな。Gオングプレス社のハッシー・ル・バラルというのは真っ赤な嘘。私の本名は走るバラル。Gオン軍情報部員なのです。いわゆるスパイですな。連邦軍と関わりの深い霊夢さんのそばにいれば、情報も掴みやすいと思い、来てみたのだが、連邦軍とは、直接関わりがない様子。まあ、地球圏を知るいい機会として、今回は良しとしますかな。ちなみに私の出身地は、サイド6ではなく、サイド3ですな。サイド6は、お坊ちゃんが多いって聞いてるよ。そうこうしているうちに、森の小屋に着いたようですな。森の小屋に、到着。うん、これは？いわゆる、リザルト画面ですかな？そうみたいだね。ふむふむ。どうやら、戦闘シーンは、パレードというようですな。ほうほう、MVP は 1.2 倍にね。なんか少ないねー。そしてキャラバンも成長するんですな。アデリナ号って言うんだー。知らなかったよー。ふむふむ、とにかくレベルアップが肝心のようですな。ドラクエは、みんなそうだけどねー。ここでは、買い物ですかな？どれ、言われた通り、薬草とやらを10個、買ってみますかな。意外と、リーズナブルですな。ドラクエで、薬草1個8ゴールドは、定番だけどね。
他には、何も売ってないじゃん。ハッシー、さっさと次行こう。ふむ、これ以上ここに、用はないようですな。何か条件を満たすごとに、称号が与えられるようですな。大して意味は、ないと思うけどねー。移動するたびに、パレード。すなわち、戦闘ということですな。だから、ドラクエって、そういうもんだってば。ほんと橋って、無知だねー。すみませんな。地球上で、移動するのが、こんなにも危険を伴うとは、知らなかったのです。まさかモンスターが、生息していようとは。敵の兵士や、モビルスーツ以外にも、注意する必要があるのですな。ハッシーって、面白いねー。はて、今面白いことを、言いましたかな？ツッコミどころ、満載だったよー。霊夢さん、今一つ、意味がわかりませんな。そうなの？まあいいやー。それはそうと、だいぶ戦闘にも、慣れてきたようですな。そうだねー、この辺りの敵は、弱いみたいだしねー。一気ずつ確実に、倒せるようにしているんですな。カタリーも、まだ手探りで、戦ってるみたいだねー。戦闘が劣っているのも、慣れが必要ですな。そうだねー、ちょっと苦戦してるかな。ようやく一気ですな。もう少しだよー。ふう、ちょっと苦戦しましたな。まあしかし、戦いはこのぐらいでないとつまらないかもしれませんな。とりあえず回復だね。目的地までの距離からして、これが最後の戦闘でしょうな。みんな頑張ってねー。オッケーオッケー。今度は余裕でしたな。北の泉に到着。MVP はスラゾー。まだまだ全然、愛着がありませんねー。キャラバンのレベルは、なかなか上がらないようですな。スカウトチャンス。スカウト、なんですかな、これは。ふむふむ、なるほど。ハンド、気前がいいねー。右上の、カウント率は、どこかで見たことあるよー。こうやって、仲間を増やしていくのですな。熱烈アターク。ふむふむ、モンスターをスカウトして、仲間にするんですなー。ということは、仲間がどんどん増えていく。想像しただけで、気持ち悪いですな。何言ってるの、ハッシー。頼もしい仲間じゃない。とても頼もしくは、見えませんけどな。ほうほう、重さの上限まで、モンスターを増やせるようですな。これで、もっと強い敵にあっても、大丈夫だね。それほど強そうには、これからどんどん、強くなるんだもんねー。それは失礼しました。不満で移動させる、ってところは可愛いですな。可愛い可愛い。
済みだよ。さてさて、どのような少女でしょうな。これから一緒に旅をするのですから。性格のいい子だといいですな。ああ、ハッシー見ちゃダメー。うん、何やらあざが。とか言いながら、バッチリ見たでしょ。今日来た甲斐がありましたな。ハッシーのエッチー。あ。カタリー、私と一緒に懺悔しましょう。バッチリ見てたよ。はいでしょ、はい。正直でよろしい。やはり、あのあざは、いわくつきのようですな。それにしてもこのハンド、どうやって動いているのですかな？そんなことより、目と口はどこなんだろうね？ふむ、霊夢さんも、気になりますか？なるなる、あざより気になるね。いや霊夢さん、あざはこの旅の、キーになるようですぞ。そうなの？モモンジャとか、言われてますな。違うよ、ハシー。クロナは、今何か、ごまかしたんだよ。おお、霊夢さんが言うのなら、そうかもしれませんな。クロナとかいう、この少女、何かあるようですな。間違いなく、そうだよ、ハシー。意外とあっさり、一緒に行くことになりましたな。まあいいじゃない。クロナが仲間になったよ。これで主要メンバーは揃ったようですな。どんな冒険が待ってるんだろうね。ハッシーは冒険とかしたことないの？冒険ですか。強いて言えば、今こうして新しいことに取り組んでいることが冒険と言えるかもしれませんな。へえ、じゃあさあハッシー、カタリーと一緒に冒険してみようよ。いろんなことを経験できると思うんだよね。経験ですか。まあそれも悪くないかもしれませんな。じゃあ決定だね。ハッシーと一緒に冒険できるなんてなんだか楽しみだよ。こちらこそ、霊夢さんと一緒に冒険とは、とっても光栄ですぞ。まだまだ、私の知らないことなんかを、いろいろ、教えてほしいもんですな。オッケーだよ。ハッシーは、何について知りたいの？そうですな。モビルスーツのことなんか、興味がありますかな。モビルスーツ？冒険と、全然関係ないよ、ハッシー。ははは。霊夢さん、冗談ですよ冗談。ハッシーは、冗談が下手だねー。そんなことより、遥かな冒険の旅が、始まるよ。それでは皆さん、この辺で。ご視聴ありがとうございました。ハッシー、今日はありがとねー。また電話するよ。じゃあねー、バイバイ。おっと、もう行ってしまいましたな。しかし、地球に、こんなモンスターがいようとは、私の聞いていた情報とは、いささか違うようですな。もっとも、あの程度のモンスターなら、ラクマ神団の敵ではありますまい。